にちは、さきです。今日は最近購入したものを次々と紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと多めなのでサクッとやっていきます。まずこちら、ハウスオブローゼのボディースムーサーピンクグレープフルーツの香り、税抜き1500円でした。期間限定のやつで、ハウスオブローゼのこのボディスクラブすごい人気で、私あんま使ったことなかったんですけど、スクラブ自体なんかこの匂いがもう本当に超いい匂いだったので買ってみました。あ、もうね、生のピンクグレープフルーツみたい。あー、いい匂いでこんな感じのペーストっぽい感じ、なんかサボンとかよりもペースト状になってる感じで、あのぬるま湯で使う前にこう練ってから気になるところにこうくるくるっとマッサージする感じで使うっていうような感じでした。思ったよりスクラブもジャリジャリしてる感じがします。うん、私はね、なんかお尻とかに使ってる、もっと前ツルツルだったって思ってこれを使ってツルツルに戻りたいと思ってやっていますあとね、夏場とか膝とかかかととかにもいいって言ってましたね。期間限定なので気になる方は早めにチェックしていただくといいかなというふうに思います。超いい匂い。次もボディ系だね。もうなんかボディが気になる季節ですよ。ビート買いしたやつ、ジョンソンボディケアリッチスパプレミアムローション、ザクロとジャスミンの香りです。うん、これね、アマゾンで500円ぐらいで売ってて、最初買ってみたんですけど、最初ね使った時はうわ匂いめっちゃ強いと思ったんですけど、なんかね癖になっちゃって、その匂いが使ってます。かなり甘い匂い。ボディクリームとか塗った後にすぐパジャマ着るんですけど、だからパジャマがこれの匂いになっちゃうぐらいでも体自体はもう翌日そんなに匂いは消えてるような感じがします。そんなにこっくりした液じゃないんですけど、かなりあの保湿力には満足度があります。滑らかにしてくれるような感じがします。塗りやすいしね、あのあんまり硬くないクリームなので、はい、なのでこれはリピートで買いました。で、これじゃん、オーラ2ディープクレンジング週1回集中美白の歯磨きです。じゃーん、これね、これもアマゾンで買いました。700円とか800円とかだったと思います。インスタでフォローしてる方が結構ね PR してたんですよ、これを。なのでちょっと気になっちゃって、私はまんまと買いました歯の美白ステイン除去クレンジングって書いてあるね。これを使うとかなりね歯がツルツルになるんですよ。だから多分すごいね研磨剤とかが入ってんのかなって予想してるんですけど、だから週1回しかやっちゃダメというか、週1回がおすすめなのかなって思って、うん、でもなんかツルツルになるから、いずれ少し白くなっていくかもしれないっていう期待を込めてね、これは続けていきたいなって思ってます。週1回。これニベアクリームケアリップバーム蜂蜜の香り、これはね結構人気な商品だと思うんですけど、これはイオンでめちゃめちゃ安く売ってて、何円だったんだろう、いや500円はしなかったですよ。いやでもなんか安って思って買いました。何だったか忘れちゃったけど、でずっと夜寝る前はテラピンドのリップバームを塗ってたんですけど、最近これを塗ってて、テラピンドのやつよりもちょっとサラッとしてるけど、なんていうの、もうワセリンに近いですよね。ワセリンのテクスチャーです。うん、でもね匂いがめっちゃいい匂い。蜂蜜っていうより蜂蜜レモンっていう感じの匂いです。で、唇につけても本当になんか保湿されてるって感じがします。使い心地もかなりいい感じです。続いてやっとコスメいきます。こちらレブロンのウルトラ HD ジェルリップカラーの710番のデザートっていうカラーを購入しました。このねレブロンのウルトラ HD シリーズってすごい甘い匂いついてるんですよ。私あんまり匂い付きの口紅好きじゃないんですけど、これはねこの形状と色がめっちゃ可愛いから買っちゃいました。価格は1300円税抜きでした。この辺のシールとか全然剥がしてないからこういう感じなんですけど、パッケージも細いからすごいバッグとかにも入れやすい、こういう感じになってる。このね先っぽを回すスタイルなのね、この先っぽを回すスタイルがねちょっと慣れないけど、こういう感じ。色はこういう感じの
くすんだピンクベージュみたいな感じです。ちょっと口紅塗ってみようかな。発色も思ったよりすごくいいんですよね。でもナチュラルなカラーだから、これは他のカラーが結構パキッとした色味のものが多いんですけど、これがね結構普段使いできるようなカラーだなと思いました。こんな感じです。ちょっとセミマット系っていうのかな、ちょっとね唇がふっくらして見えるような、あの適度なツヤ感だなって思います。で結構密着力もすごくて落ちにくい、気がする。確かに食べたり飲んだりすれば、あの色素沈着的な要素はないから落ちちゃうんですけど、その落ち具合は結構落ちづらいような感じがします。あーなんか下手くそだな喋りがいつもだけど、色味がめっちゃ気に入ってる。なんていうの、なんかナチュラルだけどちょっとワンアップみたいな感じの色で、すごい好きです。な感じです。セルレで購入したものになります。セルレはあのコスメのアウトレットのお店なんですけど、あの廃盤とかリニューアル前のものが安く売られているショップです。みんな知ってるか。先に買ったのがリンメルロイヤルヴィンテージアイズの002番です。009番を以前普通にロフトじゃないプラザで買ってて、でセルレでこれが売られてたので買いました。私ねリンメルのあのアイシャドウの粉質めっちゃ好きなんですよ。なんかしっとりしてる、あれだよスイートショコラスイートアイズとかすごい好きで、でこの、ロイヤルヴィンテージアイズの粉質もかなりしっとり系ですごく好きです。なので色違いしました。ゴールド系、ゴールドブラウン系です。今日使ってるカラーになります。わかる。ちょっとね派手かなって思ったんですけど、意外とナチュラルにも使えて、濃いめにこうチップとかにのせると結構ガッツリしたメイクもできるので、すごく今気に入ってます。なんかゴールド系は夏にも良さそうだなって思ってこちら買いました。指でこうつけてもね、あんまりムラにならないのもかなり好きなポイントかなと思います。すごいラメとかがギラギラしている感じじゃないんだけど、なんか光沢感があるようなメタリック系の発色の仕方だと思います。次、もう一個セルレで購入したコスメがこれです。エトボスのミネラルリッププランパーの、書いてないやつね、ハニーピーチ、ハニーピーチっていう色です確かね1400円ぐらいで買ったんですけど、あの現品3000円ぐらいで昔買った。あ、こっちには書いてあるアップルレッドっていうカラーで、これねすごい気に入ってて、これも色違いしました。あのね匂いがめっちゃいい感じ、爽やかなちょっと柑橘っぽい匂い、ミネラルだなっていうような匂いがするのも好きだったし、あとナチュラルにこうぷっくり見せてくれるのも好きで買いました。このカラーはさっきまでつけてたカラーになるんですけど、ちょっとオレンジベージュっぽいカラーです。思ったよりね発色あるんですよ、これ超かわいい色、本当に結構普段使いもしやすい。でちょっと似た色かなって思ったんですけど、このアップルレッドはこういう色です。ちょっと赤っぽいやつ。どっちもラメとかパールが入っていないのですごい好き。ラメとかパールが入ってないグロス結構好きですプランパーってなんか結構あのピリピリするやつとかもあるんですけど、これは全然ピリピリとかしないタイプです。果たしてプランパってるのかもよくわかんない、普通にグロスだなっていうような印象です。最後にコスメじゃないんですけど、結構ね衝撃っていうかめっちゃ気に入っちゃってリピート買いしまくってる靴下を紹介したいと思います。プチュアンナのなんだこれ、ストッキングみたいな浅い靴下ですフットカバーとかいうのかな、フットカバー。これ3足で1000円のやつで購入できるんですけど、めっちゃいいの。
生足でパンプスとか履くときあるじゃないですか。でも私生足っていうかその素足で履くのが嫌で、ストッキングとかを履くのも上まで履くのもめんどくさいっていうときにこれを使うんですけど、これがねすごくねいいんですよ。全然ずれないんですよね。なんか多分履いたことある方もたくさんいると思うんですけど、有名な商品だそうなので、ここにちょっとシリコンっぽい薄いペラペラがついてて、このかかとの中にね、ちょっと汚いかな、かかとの中にさらにこのシリコンっぽいストッパーみたいなものがついてるんですよ。でこの下のシリコンの部分が靴に引っかかってずれないし、後ろのかかとの部分も皮膚に接触する部分にこのストッパーみたいのが来てるから全然ずれない。マジで全然ずれないのが素晴らしい。でこのね、なんていうの、縁も固めになってるんですよね。だから本当にねピタッとフィットしてくれるです。これめっちゃ使える。これと黒とかあとグレーがありました。素足で履いてる風に見せるにはやっぱベージュが一番馴染みが、ちょっとだけ見えてもそんなに気にならないからねいいかなと思います。でもこれベージュって書いてないで色ラクダって書いてあるんですよね。めっちゃウケませんか。ちょっと私だけウケるの。私 24.5 なんですけど L サイズでちょうどいい感じです。うん、これはめっちゃおすすめなんで、ぜひパンプス履く方は試してみてください。以上で最近の購入品の紹介をおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼します。